本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。えー、私はあの大和科学株式会社の、えー、開発を統括させていただいてます、木原と申します。よろしくお願いいたします。本日は、えー、実験機器の IoT 化を実現、ワイヤレスシステムの実例と商品展開っていう題で、えー、お話しさせていただきたいと思います、えー。このような場は不慣れなもんですから、あの お聞き苦しい点がございますとは思いますけれども、えー、我慢していただいてあのよろしくお願いいたします。えー、大和科学が目指す研究室の IoT 化というテーマそれから、えー、ワイヤレスシステムの必要性それとワイヤレスシステムの実例と今後の商品展開という、えー、内容で この後、えー、ご説明をさせていいいたただきたいと思います、えー、汎用製品の、えー、実験室で使われている製品汎用製品なんですけれども、えー、こちらの方は、えー、例えばスターラーとかシェーカーのような格安装置とか、えー、原ポ圧ポンプ加圧ポンプあるいは漱液ポンプ分注器などの漱液装置。 低温高温水やオイル層アルミブロックなどの高温装置こういった理化学製品が、えー、汎用製品として、えー、数々ご利用いただいておりますでそれらの、えー、汎用製品と、えー、濃縮噴霧凍結乾燥といった、えー、システムあるいは合成培養反応装置などと、えー、組み合わせたりあるいは えー、それを使用してこういった目的であの使われることがありよくあります、えー。この汎用理化学製品のほかに、えー、それらの製品を使うために、まあえー、ヒュームフードとかクリーンベンチといった、えー、研究施設製品あるいは、えー、低温高温機環境試験機、えー、乾燥装置やバイオハザードシステムなどの、えー、環境関連装置、えー、これらの 装置と、まあ、汎用理化製品は、えー、組み合わせて、えー、使ったりセットして使用されるのが一般的な、えー、ご使用方法になると思いますで、まあ、その他、えー、分析機器とか、えー、解析装置クロマトグラフなどの分析装置とも、えー、関連してご使用いただくケースも多々あるかと思います、えー、大和科学が目指す えー、研究室の IoT 化の前にですね、えー、一般的なっていいますか、まあ、例えとして挙げますと、えー、いわゆる IoT という、あのー、ことで、えー、一般にその想像されるのが、えー、例えば、まあ、各種のセンサーですねこれは例えばあの家庭用のの、えー まあ、IoT 化の一例で挙げましたけれども、えー、温度センサーとか湿度センサーとかあるいはあのー、人感センサーとかそういったセンサーとそれらに、えー、連動して動くそのブラインドとか空調機換気扇といったものを、えー、クラウドを通じて、あのー、遠隔操作あるいは監視、えー、設定情報収集そういったことを されるものが一般的なまあ IOT の概念ではないかと思います。ヤマトカクが、えー、目指す IOT を紹介する前に、えー、少しこの、えー、無線方式について、えー、簡単にご説明させていただきます。まあ無線方式につきましては皆様よくご存知だと思いますけれども、えー、今いろんなあの無線の えー、方式がありましてですねでその中でも、えー、比較的ポピュラーな、えー、しに使用されているものが、えー、Wi-Fi とか Bluetooth あるいはジグビーといったあの無線方式が一般的には多く使用されていると思いますそこで私どもはこの無線方式を選定するときに えー、この w i f i と Bluetooth ジグビーのこの3つの方式について、えー、比較検討を行いました、えー、この3つの方式、まあ、代表される、えー、周波数帯は 2.4GHz ですで、えー、通信速度が、えー、ジグビーは 250kbps という、まあ、比較的少量のデータで Bluetooth が 1Mbps えー、w i f i が11度 54Mbps という通信速度が一般的です、まあ、その他、えー、通信回線あ通信距離ですね DIGBY は非常に短距離で、まあ、Bluetooth が、えーまあ、中距離っていいましょうか10から1 0 0 m w i f i は、まあ、出力にもよるんですが100から 300m ぐらいが一般的というふうに言われてますそれと接続数ですね えー、ジグビーは、まあ、約6万5千個圧倒的に、えー、たくさんの機器を同時につなぐことができますで Bluetooth ですと、まあ、最大7個 Wi-Fi が最大32個というふうになってます、まあ、このほか消費電力が、えー、ジグビーは非常に小さく、まあ、Bluetooth は、えー、それよりもやや大きい Wi-Fi は えー、かなりその消費電力を消費するというのが、えー、その特徴になりますただ、えー、我々が、まああのー、取り扱ってますいわゆる理化学汎用製品まあほとんど、えー、電池ではなくて電源で、えー、動いてるものですから、まあ、特にこの消費電力が、えー、デメリットになるっていうことはございませんでしたのでこの通信速度と えー、通,通信回線および、えー、この通信距離こちらから、えー、w i f i を選定して、えー、選ぶことにいたしました、えー、汎用製品の、えー、データの収集監視っていうところで、えー、いわゆる、あのー、w i f i を使う場合 ユーザーネットワークを使用するのが一般的な IoT かと思います私どもの目指す研究室の IoT につきましてはこのユーザーネットワークの接続をしないで使えるものを目指しましたですので一般的な IoT に比べますとできることはは 限られた範囲でそれでも、えー、私どもが目指す IoT は、えー、汎用品の、えー、ネットワークっていう意味で、えー、まずモニタリング機能これは装置の稼働状態とか、えー、を監視あるいはデータを、えー、収集で一括管理それと遠隔操作機能としまして装置の運転 停止あるいは、えー、異常発生時に、えー、装置の、えー、停止を行うあるいは関連したものを、えー、同時にセーフティーストップをかける、まあ、こういったその通常、えー、運転している状態があの正常に運転できているのかどうかでそのデータが、えー、ちゃんとしたデータで運転されてるか。 こ,こちらを、えー、モニタリングするという、まあ、局地的なですね、えー、製品の IoT 化を、えー、目指しましたこのユーザーネットワークに、えー、接続する必要のない局地的なネットワークっていうところを少し、えー、ご,せんご説明させていただきますとこちらがそのイメージを、えー、図に表したものです 極地 IOT 化っていいますのは、えーまあ、実験室1、まあ、こちらは例えば濃縮システムであったり、えー、培養装置であったりそういった、えー、部屋が、あのーまあ、構成されてるといたします。で実験室2の方は、まあ、純粋装置とかあるいは、えー、高温気乾燥機関装置といった、あのーまあえー、分析前処理のような、えー、装置の部屋だと えー、想定してくださいそれからまあ実験室さん、まあ、これちょっと写真があれですけども、まあ、分析装置とかあるいは培養、えー、装置とかそういった、あのー、処理室がまあ,あるというふうに想定します。で、えー、それぞれの実験室にい我々いなくてもですね、あのー、研究室にいて、えー、それぞれの装置が、えー ちゃんと運転しているのかあるいは異常がないのかっていう状態をデータ収集して監視するとこれはもう各装置から隣り合った研究室レベルであれば先ほどの w i f i を使ってますのでパソコンにインストールしたソフトを使用しましてお手持ちのパソコンでデータを管理するという。 まあその他ですね一括モニタリングとして、まあ、各研究室に設置された装置それぞれにあの w i f i を w i f i の無線を設置しておりますのでそれぞれの装置がどういった状態で動いているのか。 停止しているのか、えー、設定された温度でちゃんと温調ができているのか、あるいは設定した回転数でちゃんと異常なく動いているのか、あるいは環境試験装置が、えー、設定された湿度や温度をちゃんと守って運転できているのか、まあ、そういった、えー、装置が持つデータをですね、こういった Wi-Fi で、えー でパソコンに飛ばして、えー、一括でモニタリングを行うという、まあ、こういったあの機能に、えー、特化させることによってあの局地的な w i f i の,も、wi のえー、ブースを作ることができます。でこのワイヤレスシステムの必要性っていうことでちょっとお話ししますと。 まあこれはあの一つの例としましてあの装置まあ濃縮装置システムというものを例にとっておりますがえシステムのまあ連動とかデータを監視するとなるとえこういったそれぞれのまあエバポレーター濃縮装置ですと本体にえウォーターバスとかあるいは真空コントローラー それに、えー、真空ポンプの制御ボックスそれから冷却水循環装置といったこういった装置がそれぞれ、えー、システムとして構成されておりますでそれをワイヤレスにした場合、あのー、まず、えー、無線によるワイヤレスシステムのメリットとして機器類の、えー、装置レイアウトそちらの変更が えー、簡単に行えるまあ、えー、実験台で使ってた装置ちょっと、えー、その実験台では使いづらい溶媒を使用するということであのドラフトあるいはヒュームフードに、えー、移設する場合、まあ、ワイヤレスですと装置をそのまま運んで、えー、モニタリングあるいは連動を、えー、行うことができます。それから えー、まあそ,そのそれぞれの機器が独自に、えー、それぞれの w i フ f i 持ってますんでそれを、えー、モニタリングして集中で管理を行えるまあ、えー、いちいち線をつけなくてもいいあるいはあのその機能を持ってるけど線をつけるコネクターがついてないからそのコネクターをつけないと、えー、モニタリングできないってそういった、えー、ことをしなくても装置そのものの えー、無線を、えー、パソコンに取ってモニタリングするっていうことが、えー、自由にできるようになりますそれから、えー、システム機械の増減まあその今は 1, 1セットで動かしているけども2セットに増やして、えー、そちらを、えー、両方管理しようとかそういったあの増設も、えー、容易に行えます。 それと、えー、まあソフトを少し変えたシステムにしてやれば、えー、システムの連動運転それから対象機器を、えー、入れ替えるあるいは、えー、ポンプな等の、えー、冷却水循環も、えー、装置を切り入れ替えて別のところの装置を使うそういった、えー、入れ替えあるいは、えー、接続の変更を 設定が簡単に行うことができるそういったメリットがワイヤレスにはありますではそのワイヤレスシステムの実例として、えー、少しご紹介したいと思います、まあ、同じく、えー、濃縮装置で今回先行、あのー、しておりますので、えー、ご紹介しますとまあ 他社さんででで使っているシステムすすと有線で接続しますエバープレーターとそれから冷却水循環装置あるいは真空ポンプコントローラーウォーターバスそういった装置をそれぞれ、まあ、ハブを通じて真空コントローラーですべて集中管理すると、まあ、このコントローラーでデータも取れますしそれぞれが動いている停止させる 循環をを開始すす、る、ポンプを動かすそういった、えー、コントロールを、えー、このコントローラーで行うわけですが、えー、あくまで、えー、線でつないでというそういう形になってます。で私ども、えー、大和科学のワイヤレスシステムの濃縮装置はそれぞれエバポレーターあるいはウォーターバス冷却水循環装置、えー、真空ポンプ制御ユニットこういった えー、装置にそれぞれ、えー、ワイヤレスの基板が搭載されます。で、えー、それぞれの装置が、あのー、運転状態の時には連動して必要な装置が、えー、動き始めるあるいは、えー、ど,どれかのキーを操作して停止する場合にはすべ、えー、ての装置が、えー、安全に停止するあるいは次の えー、状態に備えて、えー、停止はしないまでも、あのー、スタンバイ状態になる、まあ、こういったことが、あのー、無線で行えるようになりますで、えー、例えば、えー、そういったエバプレーターシステムを2台、えー、接続するという場合にも、えー、これも無線で接続できますので例えば一セットは あの右のヒュームフードに入れるで、もう1セットは左のヒュームフードに入れる、まあ、そういった、えー、違う場所に設置しても、無線でつながってますから、それぞれのデータ、あるいは運転状態が監視、あるいは連動して動かすことができる、まあ、そういったシステムが容易に構成できます。 また、えー、例えばですが、まあ、合,成を合成システムを構成しようとするその場合にもかくはん機のようなものとそれから、えー、水素高温の温度を保つオイルバスとか、えー、アルミブロックコンソで、えー、それを使用するスターラーとかまた、えー、真空 あるいは加熱する場合の、えー、真空ポンプとか、えー、液を送液する送液ポンプ、まあ、こういったそれぞれの機器に、えー、ワイヤレスの、えー、通信を搭載してますので、まあ、自由に組み合わせてこういったシステムを構成することができると、まあ、どの、えー、冷却水循環装置を持ってきても、あのー 特にその規制、えー、された装置でなければ、えー、連動できないそういう形にはならないように、えー、全ての機器に、えー、ワイヤレスを搭載していくという、まあ、こういった考え方で、えー、ワイヤレスシステムを、えー、構成していこうというのが私ども大和科学で、えー、目指す IoT という 位置づけで今進めておりますえー、まあそうした商品を今後どういうふうに、えー、展開していくかといいますと例えば、えー、凍結乾燥とかスプレードライヤーとかそういった、えー、乾燥機類あるいは高温層濃縮装置こう,もこういった全ての製品に、あのー、搭載していきます。 でえー、それぞれの製品搭載した製品の、えー、運転データのモニタリングそれから異常発生によるセーフティ停止あるいは遠隔操作による運転停止開始データの集中管理、まあ、こういったことがあの全て行うことができますまあそのためには、えー、全ての研究室の装置を私どもヤマト科学の製品で、えー 揃えていただくということが条件になりますが、えー、そうすることによって、えー、無線通信の IoT 化ができるというそういう形になります、えー、ちょっとあのー、お気苦しい点もありましたと思いますけれども、えー、ご清聴ありがとうございましたまあこういった製品を、えー、展示ルームにあのー、展示しておりますのでぜひよって、えー、詳しく聞いてみてくださいありがとうございました